まあ、いろんな業界の中でイノベーションを起こしていく人っていうのはやっぱりまず自己変革をするんですね。やってきたことを捨てれる、自分を否定できる、そういう人だからこそね、多分業界の枠を超えていろんなことにチャレンジしていくんだろうなと。山川さんがこの会社そのものを立ち上げたときにどういう思いでこの会社を立ち上げられたんでしょう。自分の中でどこまでできるかどうか分からなくても、そういうそのこれが正しいんだっていうことを組織の中でこれは白でも黒だグレーだっていうふうに言われる形のものに対して自分はこう思うっていうことをきちんとなんかこう言っていきたい、そういうそのまたそれを言う人たちをきちんと評価したい、そういう思いを持って設計事務所っていうものを作れないのかな。実際その山川さんがこの作られる物件っていうのはグレード感の割には意外に安い、そういう失礼ながら、ね、だからびっくりしますよね。その辺なんか秘訣があるんでしょうかね。そうですね、あの全てに秘訣があります。まあ、イリュージョンといえばそれまでなんですけども、あの美しく見せるための手法を分からないと美しく見せることができない。非常にあの素材に対しての思いが強いと思うんですが、その辺はどうなんでしょうか。そうですね、素敵っていうクオリティがついていれば、それをお金というものをつけているかつけてないかだけなんです。素材はリーズナブルなものであっても、作り出したものがクオリティが高ければ満足し得るものになる。石なんかは落ちてるものですから、所詮それを磨いてカットする角度、人間も同じだと思うんですね。カットして育て方で変わると思うんです。ですからダイヤモンドはカットで決まる。石とかそういう無垢だとかっていうふうに言ったらば高く思うっていうのは固定概念の世界にハマってる人です。建築設計士の方ってそこまでそういった細かいその素材とかにこだわるものなんですか。こだわりません。値段を見て物事を考えるって形ではないっていうことですね。私よくお客様に言うのは諦めないでくださいと、これできないと思わないでくださいと、必ずできますと、あなたがもし見たことがあるものであれば必ずできます。一回他の人ができたということができて、これは人間にできるんだと、と思えば明確なる指針とターゲットが決まりますので自分ができると思えるんです。つまり固定概念を破棄できる、なんかこれはちょっとピンチだなと、はい、やばいなと、はい、まあ、こういったようなあの経験っていうのはありますか。はい、デベロッパーにとっては優秀なんですが、ある意味、それによって犠牲になる方もたくさんいらっしゃる。不思議と運が強い男なんでしょうね。そうなると不思議と仕事が依頼がある、で仕事が仕事を呼んでくる。今また数億の売り上げを上げる設計事務所になったわけです。物事を考えるときに一番早く目標に到達する手法はベストな状態、要するに条件が全て整ったらこれ以外ないだろうという状態の中から問題点を逆算して排除していくっていうことの方が早いっていうことなんですね。社員の方々スタッフの方々が、どこまで自分が次のステップに行くときに生き残って頑張っていけるのか、それを考えないスタッフは淘汰されて叱るべきだと思いますし、まあ心情的なものだけでは考えることができない。もっとドラスティックに設計士として今後どういうところに向かっていきたいのか、あるいはもう最後まで現役でやられていくのか、まあそんなライフワークも含めてお聞かせいただければと思います。最後まで自分の価値をどこまで上げれるか、それをその勝負したいですね。